双子の弟が死んだ。おい、どうした？大丈夫か？平気です。枯れた声だな。夏とはいえ、まだ夜は冷える。君、名前は？わかりません。とにかく病院か。おい、おい、しっかりしろ。寝相が悪いな。おはよう。注射が効いたみたいだな。少し元気が出たなら、なんか食うか。あ、はい。食えるならパンもあるが。いえ、これだけで。そうか。あの、記憶が曖昧なんですが、俺を病院に。ああ、すみません、ご迷惑をおかけしました。困った時はお互い様だ。おいしい。そうか。残していいぞ。いえ、ゆっくり食べます。何か覚えていることあるか？確か病院へ連れて行ってもらって、あ、その前に砂浜で寝ていて。そもそもどうしてあんなところで寝ていたんだ？どうしてでしたっけ？それ以前のことは何も覚えてないのか？あ、はい、多分。名前もわからないとなると不便だな。昨日海で拾った。名前はまだない。拾った？拾ったって猫じゃあるまいし。ねえ君、どっから来たの？あの夏子さん、彼記憶がないんですよ。記憶がないって病院は？病院には行きましたけど、まあとりあえず風邪が治ってから考えようと。君もなんていうか大変なことになったね。食べて元気出しな。はい。じゃあこの子、名前もわからないんだ。はい。そこで名前をつけようかと思うんですけど。あのね、捨て猫とは違うのよ。あだ名だと思えば。あんたね。カラスはどうです？鳥ならカモメの方が。君、ねえ君。あ、名前カラスよりカモメの方がいいでしょ？はあ、カモメ、カラスよりはいいですけど。お前、
恩をあだで返したな。あ、すみません。でもどうして候補が鳥に？あ、なんでだっけ。もういい。君、ラーメンは味噌と醤油と塩、どれが好きだ？え、塩です。わかった。君の名前は塩だ。で、そんな名前は嫌だよね。あ、カモメよりは。嵐さんはここで一人食堂を営んでいる。夏子さんは商店街にある実家の八百屋から毎朝食堂に野菜を届けているそうだ。店はクラゲの食堂と呼ばれているらしい。もう少しだけお世話になろう。もう少しだけ。楽しいか？あ、お帰りなさい。ただいま。具合はどうだ？あ、もう良くなりました。ありがとうございます。そうか。あの、今日店手伝わせてもらえませんか？お世話になったんで何かお返しがしたいというか、掃除とか皿運んだり洗ったりとか。ああ、よし。いらっしゃいませ。オムライス。俺もカレーの煮付け定食。結構人が来るんですね。意外か？意外じゃなくなりました。そうか。なんか楽しいです、ここで働くのが。そうか。お、しおくん、元気になった？はい。今日オムライスあるんでしょ？俺も卵うまそうだなって思ってました。お前も飯にしろ。同じでいいだろ。はい。しおくん、一緒に食べよ。こんな時間にどうした？うわっ！なんだ、帰るのか？
違います。帰るんじゃ。俺どこに帰ればいいのかわからないですし。そうだったな。嵐さん。なんだ。ごめんなさい、俺嘘ついてました。本当は記憶喪失なんかじゃないんです。ああ、知ってる。お前家出して海で死のうとしたのか。わかりません。でも生きていたいっていう自然な、生きてるってことが当たり前でいいことだっていう感覚が全然湧いてこなかったんです。そうか。先月双子の弟が自殺しました。自分の腹を包丁で刺して。一卵性で俺と同じ顔をした弟でした。なんであいつが自殺したのか訳が分からなくて。あの嵐さん、俺が家出したのは他人からしてみればすごくつまらない、なんでそんなことって思うような理由で。他人にとってつまらなくてもお前にとっては大事だったんだろ。それはそうですけど。他に何を気にする必要がある。聞いたんです、母が話してるの。俺の顔を見ると弟を思い出して辛いって。なんでかわからないけどその言葉だけが本当に刺さったみたいに痛くて辛くて逃げたんです。俺だって悲しかったんですよ。だけどそんな風に言われたら俺は自分のことかわいそうって思っちゃうんですよ。なんか悲しい気持ちに不純物があるみたいでどうしても嫌だった。俺だってあいつがもう帰ってこないんだってことをちゃんと悲しみたかった。ちゃんと悲しんでるじゃないか。お前はちゃんと悲しんでるよ。ここに来た理由も海が見えたからなんとなく駅に降りただけで、どこでもよかったんです。はじめはどこでもいいんだ。どこでもよかったのにそのうちどこでもよくなくなる。それはとても幸せなことだ。実は俺もお前と同じように拾われてここにいる。え？俺も兄と二人、気がついたらこの浜に転がっていた。そこをこの食堂をやっていたじいさんに拾われた。俺と同じ。え、何やってんですか。見てろ。
それ。なんですか、それ。クラゲだ。俺はクラゲ病と呼んでいる。肌が水に触れると、肉体がクラゲのようにゼリー状になる。俺はまだ左胸周辺だけだが、次第に手足の方にまで至る。病気?そんな病気聞いたこともないですよ。兄はこれが全身に至って行方をくらました。行方をくらましたって。その反応を見るにお前は違うらしいな。最後に確かめたかっただけだ。朝になったら電車に乗って自分の家に帰れ。嫌です。どうして？俺ここにいたいです。だってどこでもよくなくなったんですから。それは勢いで言ってるだけだ。勢いで言ってても本心なんです。とにかくお前は無事でいることを家族に知らせるべきだ。それは自分の都合しか考えない奴をうちに置く気はない。毎朝海に入ってるんですか？電話したのか？まだ朝早いですよ。面倒なことを先延ばしにするのが人の常だ。電話をしたら帰らなくてもいいんですか？家に帰る帰らないは俺が強制できることじゃない。それじゃ。だからといってここにいていいというわけでもない。お邪魔だったかな？いえ、もう終わります。それで？手紙を書きます。何？喧嘩でもした？喧嘩とかじゃないですけど。けど？その前に一つ謝らなければならないことが。何？記憶喪失というのは嘘でした。はぁ？何？嘘？誠に申し訳ありませんでした。ちょっとちゃんと説明してよ。もしかしてそれで嵐くん怒ってたの？それとはまた別だと。俺もうしばらく嵐さんのところに置いてほしいんですけど、とにかく家族に無事を知らせろと。それで手紙書くの？家出少年だったのか、しおくんは。俺もう少しこの町にいたいんです。というか、あの食堂に。そっか。夏子さんは？ん？夏子さんはクラゲ好きですか？うん、好きよ。すっごく綺麗で美しくて。見たんだね。はい、嵐さんが見せてくれました。先に残った野菜を運んじゃっていいかな？俺も手伝います。こちら嵐くんの。嵐さんのお兄さんについて少し教えてくれませんか？じゃあ最初から話そうか。もともとあの食堂は武藤哲司さんというおじいさんが切り盛りしてたの。あれは20年くらい前になるのかな。あの兄弟が突然現れたのは、ある花火大会の日に私は食堂に忍び込んで2階の特等席で花火を見ようとしたの。でもそこで見たのは、大きな水槽の中、水に揺られ眠る男の子。
それが嵐くんのお兄さん、渚くんだったの。普通じゃないってことは、幼い私にも分かったから、絶対誰にも言わなかった。はじめはね、渚くんも肌が透けるとか、そういう変化はなかったの。でも、10年前の夏、哲二さんが亡くなって、渚くんが食堂を引き継いで、その頃には、彼は水に触れると肌がクラゲみたいになってた。はじめは心臓の周りから、3年かけてそれが全身に広がっていった。最後の方はもう水槽の中にいないと生きていられなくて、食堂もしばらくお休みしてた。体が全部水分でできた人間みたいで、でも表情はよく見えて、私が水槽の前に来るといつも笑いかけてくれた。渚くんはね、私の好きな人だったの。あの人も私のこと好きでいてくれた。渚くんがいなくなって、嵐くんが食堂を引き継いで、だけど今度は嵐くんが。嵐くん、君が家にいるのが嫌なわけじゃないよ。むしろ逆、あれで結構人の好きな子だから。多分人が自分から離れていくのは当たり前だってそう思っちゃってるのね。もう閉めたのかな。真っ暗だね。ですね。ちょっと2階見てきます。嵐さん、いますか？どうした？わからないですけど、海に人影みたいな。嵐くん、嵐！夏子さん、岩が多いから裸足じゃ危ない。足なんかどうでもいい。嵐までいなくなっちゃう。待って待ってください、俺が行きますから。待ってて。嵐さん。なあ、お前か。何してるんですか。何って、寝てたな。寝てたって。なんだ。いいから、早く海から上がってください。何泣いてるんですか。痛いです。やろう。俺まで海に行方をくらますわけないじゃないですか。嵐さん、ん？改めてお願いします。俺を嵐さんのところに置いてください。というか、嫌でも居座ります。は？嵐さんが危なっかしいことしないか見ていないと。お前。というのは半分冗談ですけど、やっぱり俺ここにいたいんです。それにあんなもの見せられて忘れられるわけないじゃないですか。俺にとってはすごくでかいことなんです。
お願いします。手紙は？今日出しました。本当よ。それで、名前は？名前？名前がわからないと不便だと言っただろう。美咲です。美咲陽太郎です。そうか、美咲か。塩よりずっといい。風呂入って寝る。She moves